ネダプラチンは抗がん作用を持つ白菌化合物である。商品名はクプラ。塩の犠牲薬が開発し、日本では1995年6月に承認された。2016年に日以降へ販売一貫された。効能、効果は、頭計部がん、肺小細胞がん、肺肺小細胞がん、食道がん、膀胱がん、清掃腫瘍、卵巣がん、 死急頸んである。ネダプラチンは、細胞内に入った後、グリコレート位子のアルコール性酸素と白菌の結合が切れて、白菌に水が孵化した4種を生成する。次に、一方が外れたグリコレート位子は、不安定になって脱離し、種々の4種に変化し、これらの4種が DNA と結合する。同行薬のシスプラチンと同様の経路で DNA と結合し、 その結果、DNA の複製を阻害することにより、高腫瘍作用を示すと考えられている。重大な副作用は、ショック、アナフィラキシー様症状、骨髄抑制、アダムス・ストークス発作、難聴、聴力低下、耳鳴り、間質性肺炎、氷尿ホルモン不適合分泌症候群のほか、腎不全である。シスプラチンと比べて、 悪心や吐、食欲不振などが軽減されているが、骨髄抑制は概ね増加している。ありがとうございます。